ここからの放送はマルカンビネガーの提供でお送りします。ポップロックユニットレイラレーン。日米の男女ヒデとバレリーは日本のコカ・コーラ CM で話題沸騰中。世界中をハッピーにする2人、そんな彼らの楽しい会社訪問、ホットスポットレイラレーン。今回はフレックフード社を訪問。アメリカに白滝ブーム到来。肥満に悩むアメリカ社会、そんな中注目されている食材の一つがカロリーゼロの白滝。婚約指輪なんて言っちゃってね。このブームの火付け役が雲田康雄さん。その陰には日本食を世界に広めようとする努力がありました。おはようございます。ホットスポットレイラレーへようこそ。バレリーさん、ついにね、今日ね最終回になってしまいましたけどね、寂しいですね。悲しい。全然悲しそうじゃないですけど、どうですか、ホットスポットレイラレーやってみて、なんかいいことありました？日本語をいっぱい覚えました。ほうほう、例えばどんな感じ？私はバレリーです。ホットスポットレイラレーンはとても楽しい。お前、昔より日本語下手になってるじゃねえかよ。I had fun going to mini Japanese press。完全に日本人バカにしてるでしょ。そう、日本語発音で英語言ってるだけじゃん。そうじゃなくて、例えばね、俺とかはこう街で歩いてて人に声かけられるようになってる。ほんとほんとほんと。すいません、はい、もしかしてあなたは、あ、やべ、バレちゃったバレちゃった。神を信じますか？宗教の勧誘かよ。そんなんじゃなくて、あ、例えばね、あのパーティーとかでもよくあるんですよ、クールにこうやって決めてるとね。やべ、バレちゃったバレちゃった。俺よしき。お前、室内でサングラスかけたら全員よしきさんか。どうしよう、トシさんでもねえよ。え、 V じゃねえかよ。そんなんいいから、今日はね最終回、こんにゃく屋さん行くから、行こう。行ってきます。ガーデナにあるフレックフード社、1990年創業。こんにゃく、白滝、豆腐白滝の製造販売を行っています。今やアメリカでこんにゃく白滝はスパゲティ感覚で食べられるダイエット食材として人気。工場は連日大忙しです。あ、こんにちは。こんにちは。雲田さんでいらっしゃいますか？はい、そうです。こちらがフレックフード会長の雲田康雄さん。こんにゃく白滝をパスタ代わりに売り込むことを思いついたアイディアマン。日本食を世界に広げるために日々奮闘中。工場の案内は社長のマルモが案内させていただきます。はい、どうも、はじめまして。はじめまして、こんにちは、レイラレです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、工場の中見学しましょう。どうぞ。早速社内を案内してもらいましょう。白滝こんにゃくの原料の主なものっていうのは、はい、水と、はい、あとこんにゃくの粉です。こんにゃくの粉、はい、芋をあの乾燥して粉末にしたものがこれなんですね。中国、あとインドネシア、はい、あと日本と、世界から取り寄せてあのちょっとこうブレンドして、こちらの方で水をためて、でさっきの粉を溶いて、はい、でペースト状にするんですね、はい、ペースト状になったのがホースでこっちの機械に入って凝固剤を添加して、はい、白滝の元になるペーストを作ります。で、一応さっきの機械で練ったやつがお湯の中を通って白滝がコンベアに乗って出てきます。あっという間に白滝の出来上がり。婚約指輪なんて言っちゃってね。どうですか？すごい。袋に詰めて。あら、もうここで白滝になってますね。あ、本当だ。本当だ。
熱々の白滝を手にしたバレリーは、こちらは滝井純さん。僕じゃないです、僕じゃないですよ。ちょっと、おいおい、困りますよ、せっかくはね、みんな働いてるのに。普段はセールスとかやるんですけど、はい、忙しい時はこうやって製造の方も手伝ってもらってます、はい、ユーモアたっぷりの純さんでした。それでは事務所の皆さんとお話ししてみましょう。本当に元気が良さそうですね。まずはこちらのお方、お名前は？ひとみです。趣味とかございますか？趣味ですか、はい、趣味は学生の時からマリオネットをやってるので、マリオネットとかあとガミガミ持て余してるフラストレーションの方のマリオネットですか？休みの方です。こっちこっちの、はい、まだ新人です。あ、本当ですか、はい、若いですもんね。そうですね、新卒、うん、そうですよ、よくわかりですね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは、お名前は？エッツコです。エッツコさんです、はい、今日はどちらからいらっしゃいました？どちらですか？今日はどちらから？家からです。あ、またまたそれはハイセンスな答えを。She only has one computer. あ、本当ですね、彼女はもうあればあれだけ、あれだけ能力発揮できる、あればあれだけ欲しい。これでもう私のメモリーがいっぱいですから、はい、私はもうあればあれだけって顔してますからね。そうですね、何でもくれるものはもらう、貪欲に、貪欲です、はいはい。先ほどの白滝を味見させてもらうことに。おーっと、これはまた出てきましたよ。これはですね、スキニーヌードルと言いまして、スペアフライです。美味しいですよ。スペアフライ。どうぞ。試食させていただきます。はい、いただきます。どうでしょう。ヘルシーですね、これは。そうですよ。うんうん、どう？美味しい。美味しい。うん、あー、こんなとこにも美味しそうなヌードルが。スキニーヌードル、スキニーヌードルが同じ色です、同じ色。こんにゃくって言ってみてもこうすごい日本らしいもので、アメリカ人にどうかなってちょっと正直思うんですけど、結構リスキーなものだと思うんですけど、をアメリカで始めようと思ったんですか？いや、いい質問ですね。実はですね、はい、私は豆腐を広めアメリカに広めた人なんですね。久保田さんのもう一つの呼び名、それはミスター豆腐。1980年代、久保田さんはアメリカで健康志向が高まる中、豆腐の販売事業を開始。ところが当時は家畜の餌として使われ、アメリカ人の嫌いな食べ物だったのが豆腐。幾多の失敗、試行錯誤を繰り返し、93年クリントン元大統領の妻ヒラリー夫人が豆腐の話をしたことをきっかけに注文が殺到。これが転機となり、アメリカに豆腐市場を確立することに成功。気がついてみたらアメリカでたくさん太ってる人がおりましたね、はい、ゼロカロリーのものは世界中広しといえども、白滝こんにゃくがゼロカロリーだってことが分かったんです。へー。それでこれをですね、スキニーヌードルということで。ああ、なるほど、痩せるって意味も込めて。そうです、なるほど。ですから私はこの健康で、うん、それでハイクオリティ、品質のいいものが世界中におそらく広まっていく、間違いない。日本食のこれからは明るい展望が開ける、私ははっきり断言できると思いますね。それではその他の社員の皆さんの紹介です。はい、ということでフレックフードの社員の皆様に集まってもらいました。おはようございます。おはようございます。あ、元気がいいですね。長く勤めているこの人たちをご紹介します。はいはいはい、長く、はい、勤めてるらしいで、マジでマジで、うわー、初めからですね。初代メンバーじゃないですか、はい、モーニング娘。でいうところの阿部なつみですね。さすが、元気の良さそうな。What's your favorite Japanese food? Orange chicken. Orange chicken? That's Chinese. Who's a famous Japanese person you know? Jackie Chan. He's Chinese. Jet Li.
No, he's not Japanese. No. ダメじゃないですか、この人たち。ミスタートフ。ちょっと。Sorry. ミスタートフ。え、ピリイコモ？お、俺。ミスタートフ。この教育行き届いてますね。行き届いてる。パーフェクト。できる音が違いますね。もう他のものには目もくれないじゃない。パチンコなんかやらない、やらない、競馬なんかやらない、やらない、ギャンブル、酒、女、一切やらない。ちょっとね。はい、ヨーヨーヨー、ドン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 、ボンボンボン、 I brought stuff to United States、 ボン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 、 I am selling shirataki now、 ボン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 。白田キータ。それではレイラレーンの演奏です。曲はテルミーテルミー。二人でよく来たレストラン、今日は一人で座ってる、ああどこか違う、そばにいてくれたんならきっと together。いやこちらこそ素晴らしい歌、どうもありがとうございました。ありがとうございます。私たちから素晴らしいプレゼントがあります。ここでサプライズが。おお、初めてですね、こんな。ありがとうございます。ありがとうございます。プレゼントをいただいちゃいました。ビッグな歌のプレゼントをさせていただきたいと思います。先ほどのじゅんさんの登場です。何なんですか、じゅんさん、この学校は。ギター弾くんですか。いや、まあ、大したこと、あ弾きますよ。弾くんですか。はい。今日の何をやってくれるんですか。クリスマスなんで、はい、フェリスナビダッド。あ、はい。それでは最後に全員でこの曲、フェリスナビダッド。フェリスナビダッド、フェリスナビダッド、フェリスナビダッド。皆さんどうもありがとうございました。ヒデとバレリーの楽しい会社訪問、いろいろな場所を訪れ皆さんを笑顔いっぱいにしました。これからもどうぞお仕事頑張ってください。いつかまたヒデとバレリーがあなたのもとを訪れるかもしれません。その時までさようなら。ここまでの放送はマルカンビネガーの提供でお送りしました。